とんでもないドッキリを M さんと仕掛けていきたいと思います。 M さんって小金さんとデュオ組んでて、二人ともめっちゃ声が似てるんですよ。なんで M さんに小金さんになりきってもらって、ブユリルと話してもらいます。それで M さんとバレないのかという検証をしていきたいと思います。なんでデュオありなのこれ。いや、時間つぶし時間つぶし、小金さんが今パッと壊れてて、時間つぶしよ俺とブユリルで。めっちゃ効果負けてるってこれ。全然普通っすよね小金さん。ああ、全然普通っすね。だろ、誰にも言わないんで、あのなんかエイムさんの愚痴とか漏らしてもらったら、まあ、結構なんか暴言とか意外とすごいっすね。おお、言うね。小金さん結構言うね。暴言か。エイムさんが暴言ってもうもはやギャップ萌えじゃね。不評価炎上だろこれ。治ったじゃん。あ、治ったね。治った治った。オッケーオッケーオッケー、招待するわ。え、ちょっと待って、マジでやろうぜ。なんか、え、誰ですか。とりあえずね、え、小金さんじゃん。どうしたん。あー、これ M さんどうぞ、 M さんどうぞ、これ。あ、ありがとうございます。いや、 M さんだろ、何言ってんだ。名前読めよ、名前。小金さんと思いきや M さんドッキリでした、話してる相手が。え、ど、え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 、あ、今気づいたの。